したことが。 したことが。そう。
Yeah!
酔いしれたかな。
ですね。 Thank you.
We'll be right back.
Yeah!
Thank you.
あれ？ここって終点？待機モード解除。なんだ？システム再起動。再起動完了。座標確認。幻影城。左翼エリア最深部。領域内に侵入者を確認。これより実体化を行う。モード、ジェノサイド、トロイメライ2、ゲシュテンスト、これより殲滅行動を開始する。See?
けられないんだ。勝利の美酒ってやつだな。戦闘先に進もう。やれやれ。
相手が悪かったな。せいや、せい。せいや。我が剣にだけのものな。
戦闘終了。先。
相手が悪かったな。なんかやたらと広い場所に出ちまったな。ここが終点ってことか。この広さ何のためのものだ。今のはまさか。Thank you.
前にしようか。よっしゃ、次行こうか。まだまだこれからや。よし、この調子でいくで。まだまだ
そこへ。これからや。はっ。やれやれ、この程度か。しい。はっ。まだまだこれからや。はっ。
だまだこれからや。この佇まい、ただの扉ではなさそうだ。どうやらここが。うん、姉様の気配がする。ケビン、どうする？二人とも、ここまで付き合ってくれてほんま感謝します。せやけど、あと少しだけお二人の力を貸してください。相手は影の王、この世界の断りを自在に操れる究極にして至高の存在ですわ。おそらく全てをかけて挑む必要があるでしょう。うん、元より覚悟の上。大きに。よし、それじゃあ行くか。ようこそ。よくこんな場所までたどり着くことができたわね。姉様。来たで、ルフィナ姉さん。煉獄でのやりとりはここから見させてもらったわ。まさか白面の誘惑にあなたが耐えきれるなんてね。正直、リースが一緒やなかったら取り込まれてしまってたよ。その意味では俺は相変わらず下手れで臆病なもんなかもしれん。人間そう簡単には変われへんしな。ケビン、その割には穏やかな目をしているのね。でもそんな自信のないことで、あなたが私を止められなければこの影の国は止まらない。そのことは分かっているのでしょう。ああ、そしてその影響はこの世界だけにとどまらない。おそらく影の国は現実世界への侵食を始める。そうなんや。あ、なんでって。よく気づいたわね。この数千年、人の願望を取り込みすぎたことにより影の国の密度は限界に達している。その内圧を解き放つため、確かに現実世界への侵食を開始することになるでしょう。やっぱりか。いきなり世界の全てを変えてしまうのは無理だけど、異界化のようなプロセスで少しずつ侵食することなら可能よ。最終的には現実の世界に亡者や悪魔が溢れ出るでしょうね。そんなそこまでの事態だ。でも考えてごらんなさい。それは人の思いや願いが
反映されやすい世界でもある。皆が平和と幸福を望めば、世界を本当にそのように変えられるかもしれない。一層受け入れてしまうのも選択肢の一つかもしれないわね。いや、それはありえへん。あら、そんな単純な話やないことは輝くあの一件からもわかる。人の願いを無制限に叶えてしまう女神の司法、その恩恵に良くしてもなお人は破滅を避けられへんかった。多分同じことを繰り返すだけなんとちゃうかな。そしてそのことは姉さんが一番よく知ってるはずや。騎士になっても力に頼らず、考えを尽くし努力を惜しまずにより良い結果を求めた姉さん、絶望に消えようとしていた俺を強引に連れ戻してくれた姉さん、それは多分世界が決して俺らに都合がいいものではないということを、唯一人が人に働きかけより良い結果を導こうとすることで、そう思ってたんとちゃう。リースと一緒に煉獄に落ちて俺はようやくそのことに気づけた。するとな、今までの俺がなんてちっぽけな存在やったか、姉さんが自分を犠牲にして俺を救った真意も考えず、母ちゃんから逃げずに何をしてあげられたかも考えず、ただ罰を求めることで結果的に許してもらおうとした甘ったれのガキみたいな俺、そんなありのままの俺が見えてきた。ケビン。でもな、今はそれでいいと思う。姉さんが立っていた場所がやっと見えた気がするから、そこに向かって少しずつでも歩いていける自信が出てきたから、だから俺はやっと今の俺自身を認めてやれそうな気がするんや。吹っ切れたみたいね。どうやらお灸が効きすぎてしまったみたいね。でもそんな風に私を過大評価してもいいのかしら。ここは影の国、想念が世界に影響を与える地。今のあなたでは私に届かないのなら、私に勝てる道理もない。姉様。ま、確かにその通りやろ。あんたが本当にルフィナ姉さんを再現しただけの存在ならな。
たの正体は分かってる。半年前、影の国にコピーされてしまった存在。この世界が自律的に存続するための姉さんという概念をまとった俺。まさかそこまで気づくと。あれはケビンの成功。相手が貴様なら俺は負けるつもりはない。貴様がずうずうしく利用しとる姉さんを解放するためにも。全力でぶちのめさせてもらうわ。いいだろう、ケビン・グラハム。オリジナルたるお前を喰らえば、我も真の意味で完全となる。オリシも我がしもべたちが貴様らの仲間を出迎えたところ。その全てに打ち勝たねば、貴様らの明日は決して訪れぬ。存在そのものを飲み込み、影の国の糧としてくれよう。曲は君たちに捧げるレクイエムさ。これは避けられない。それ、おまけだ。
あなた。我が。Thank you.
せい。はせい。わが。散りゆくを濡らす、咲き乱れるは多く。そら！みんな、行くわよ！散りゆく。
Thank you.
今助けてる。
みんなはよ。成功の色が ここは黒騎士と戦った。ここは彼と相談して私が気づいた別れの場所やっぱり役に立ったわね。姉様、騎士装束、やっと聖魂から解放されたんやな。おかげさまでね。二人とも本当によく頑張ったわね。あれだけの困難を最後まで決して諦めずに。ううん、さすが私の自慢の弟と妹ね。姉様ほんま相変わらずやな。それにしても聖魂はちゃんと消えたんか。いいえ、まだ私の中に残っているわ。あなたたちが勝ったことでようやく抑えられたけど、このまま放っておけばすぐに力を取り戻すでしょうね。そうか。どうしたら。だからね、ケビン、最後はあなたの手でとどめを刺してほしいの。姉様、まさか。そう、ここにいる私ごとよ。そうすればこの世界にコピーされた聖魂はカン・セレストさんだったかしら。彼女の力も戻るはずだから、きっとあなたたち全員を元の世界に返してくれるはずよ。でもそんな。なあ姉さん、それが必要なんやな。ええ、それ以外の選択肢は存在しない。5年前のあなたは暴走してほとんど意識もなかったけれど、今度はあなたは自分の意思でそれを行わなくてはならないわ。
姉様、ひどいよ。ケビンにまたそんなことをさせるなんて。それにそうなったら姉様は。ごめんね、リース。でもこれだけはどうしても私が言わなくてはならないから。ケビン・グラハム、最後にもう私を滅ぼして皆と共に元の世界に帰りなさい。姉として、騎士の先輩として、あなたのお母様の代わりとして、私にできる最後の忠告です。ほんま優しいくせに誰よりも厳しい姉さんやな。でもそれでこそルフィナ姉さんや。ケビン、ごめんな、リース。二度もお前の姉さんをこの手にかけることになって。だったら私も一緒に撃つ。もう私は二人に置いてかれたくない。見ているだけは嫌。ただ待っているのも嫌なの。それが必要だというなら、今度は私もケビンと一緒に罪を背負う。ディースなるほどね。5年か。本当に成長したわね。確かケビンと同じくアインに指示したのよね。彼女には感謝しなくちゃ。姉様、私は依存はないわ。ケビン、あなたが決めなさい。ちょっと待ってや。これは俺一人が背負うべきものやろ。なんでリースまでそんな。君も男だろ。ケツの穴の小さいこと抜かすな。ってアインだったら一括してるかもしれないわね。まあ私はあくまでケビンが好きに決めればいいと思うけど。姉様ったら。もうほんまかなわんわ。リス、こっち来いや。二人で一緒にボウガンを持とう。私もまだまだだったわね。そんな選択思いつきもしなかった。え、姉様。ねえケビン、さっき私が立っていた場所まで歩いていくつもりって言ってたわね。ああ、先は長そうやけど、そうさせてもらうつもりや。それはあなたの自由だけど、できれば考え直してほしいかな。私もずっと迷い悩みながら歩んできた。誰もが幸せになれる世界、それが存在し得ないと知りながら、少しでもそれに近づけないかと必死になってあがく毎日だった。望むところや。私もできれば、私も姉様と同じ道を歩きたい。仕方ないわね。だったら私のいた場所なんて小さなことを言わないで。
私が夢見てたどり着けなかったそんな場所を目指してほしい。あなたたちならきっとそれができると思うから。姉様めっちゃ大変そうなことをさらりと要求するな。でもわかった、そこまで言うんなら意地でも目指したるわ。うん、約束あくまであなたたちのペースでね。さてと、あまり待たせてしまっては他の人たちにも悪いかな。ケビン、リス、そろそろお願いね。ああ、大丈夫、俺がついてる。ゆっくり、そう、ゆっくりでいいあなたたち二人に女神の導きがありますように。ケビン、リースのことをよろしくね。ああ、任せといてや。今まで本当にありがとう。姉様、私リースもケビンのことをよろしくね。二人とも、いつまでも。姉様、うん、大丈夫だから。さよなら、ルフィナ姉さん。たどり着けるはずや。姉さんが夢見てたどり着こうとしてた場所に。多分姉さんはそこに先に向かっただけのことや。だからきっと、きっとまた会えるやろ。領域に精神だけ招かれたのでしょう。始祖様、セレストさん、つい先ほど私の力が完全に戻りました、ケビン殿。あ、ええ、実は。そうだったのか。とても強い方ですね。彼女とは直接話す機会はついにありませんでしたが、せめて
一度だけでもお会いしておきたかったですね。しかしそうなるとあまり時間はないかもしれません。え、どういうことですか？聖魂が消えた以上、主を失った影の国は再び不安定な状態。この幻影城の時期に実態を保てずに消滅するはず。おそらく庭園以外の清掃も同じだと思います。あ、なんですって？あら、エステルったら何をそんなに驚いているの？そんなの仕組みを考えたら十分にあり得る話じゃない。そんなこと言われても。で、あんたも気づいてたんなら言ってよ。では急いでアルセイユで脱出した方が良さそうですね。いえ、それには及びません。今からここで天井門を開きましょう。天井門って聖天の？ええ、確か煉獄門と対になる現世と天界を結ぶ門でしたか。ちょうどそれを模したものがこの場所の奥に用意されています。どうやら影の王と同化していた彼女が用意してくれたようですね。それを通れば元の世界に戻れるわけか。ええ、その論より証拠、早速開いてみましょう。その近くに戻れるかと思います。飛行船などに乗っていた方は船内のどこかに現れるでしょう。そっか。お別れ。ええ、なんだか全然実感がないっていうか最後に祝宴をあげる暇すらないとはね。だが本来別れとはそういうものか。そうかもしれないわね。それじゃ、まずは我々から行かせてもらうとしようか。このままだと名残惜しくて誰も先に行けなさそうだからな。ならば年長者たる我々が唇を切らせてもらおうと思ってね。ジンさん、感謝しますわ。お二人ともそういう気遣いには何の。私の方こそ過去の経緯にもかかわらず温かく受け入れてくれて感謝する。おかげで大切なものをこの手で掴むことができたようだ。リシャールさん、こちらこそいろいろとお世話になりました。またお仕事を通じてお会いする機会もあるでしょう。その時はよろしくお願いしますね。もったいないお言葉。ご用命の際は
いつでも声をおかけください。俺の方はまあみんなと会えて嬉しかったぜ。こんな風に会える機会なんてめったにあるもんじゃないしな。そうね、あんたにはもう少し稽古に付き合ってほしかったぜ。また暇ができたらリベールに遊びに来るさ。それとよかったらカルバードにもみんなで遊びに来てくれ。キリカともども歓迎させてもらうからよ。うん、そのうち行かせてもらうね。僕としてはいつでも遊びに行きたいんだがね。お前は宿題を全部片付けるまでは許さん。俺たちなんかは任務で行くことも多いですやろ。そんな時はよろしくお願いします。ああ歓迎するぜ。そんじゃ大佐、行くとしましょうか。まったく、君まで大佐呼ばわりか。だがまあ君たちになら、そう呼ばれるのも悪くないか。お次は僕たちかな。え？あまり長く居すぎると帰りたくなくなるからね。お先に失礼させてもらうよ。オリバルト王子、なんだか本当に唐突すぎて戸惑いますね。ああ、ヨシア君にそんな風に言ってもらえるとは。このまま一緒に連れて帰りたいくらいだよ。だからそういうのはやめい。はあ、とんでもない王子様だな。オリビエ、なんというか、こんな機会が再びあるとは思ってもいなかったものでね。柄にもなく少し胸に迫ってるみたいだ。あ、オリビエ。シェラ君、あの話本気で考えていてほしい。自分でもずうずうしい話だとは思うんだが、そのくらいの楽しみを抱いて過ごすくらいは構わないだろう。まったくあんたっていう人は。まあいいわ、しばらくの間返事は保留にしててあげる。だからせいぜい頑張りなさいよ。もちろんさ。先輩？なんかやたらと意味深なんですけど。ああ、いつの間に。自分の方はこいつともどもお世話になった。剣の方も皆のおかげでさらなる道が開けたようだ。感謝する。あんたみたいな凄腕に先に行かれちまったら追いつくのも一苦労だぜ。こちらこそ、いろいろと助けていただきました。またお会いできる機会を楽しみにさせていただきます。ああ、こちらこそ。ただ帝国の方はこれからいろいろと騒がしくなるだろう。しばらくの間は旅行なども控えた方が無難かもしれない。そこまで。どうかお気をつけて。ふん、このお調子者がうまく立ち回ってくれれば最悪の事態は避けられましょう。そうだな、こいつが女神から愛想を尽かされないよう皆で祈っていてくれると助かる。ま、女神に祈るんは俺らの専売特許ですし。そのくらいならいくらでも祈らせていただきます。やれやれ、ほんと信用がないね。
でも好きな子ほどいじめたくなるとも言うしね。まったく見りゃあったらテレ屋さんなんてきれ。首根っこを引きずって門まで連れて行ってやろうか。いえ、自分の足で歩かせていただきます。それではみんな、いつの日か。他の人たちはその気になれば会えるとして。エステル、ヨシは気をつけて旅を続けなさいよ。うん、手紙欠かさず出させてもらいますから。こっちの返事がなかなか届けられない以上、たまにでいいわよ。でも最近は動力通信のネットワークも整備されているらしいし。オート支部に連絡してきなさいよ。うん、そうさ。そちらこそ、何かあったら通信でいつでも連絡してください。はあ、でも残念だな。エステルちゃんもだけど、ティータちゃんやレイちゃんとも会えなくなっちゃうなんて。そうだ、リースさんとも。私もです。そうですよ、せっかく仲良くなれたと思ってたのに。またリベールに来たら絶対一緒に遊びましょうね。美味しいアイスクリーム屋紹介しちゃいますから。それならぜひにでも。何でしたら戻り次第最優先でお付き合いします。あのな、アガット先輩がいない時にでも可愛がりに行っちゃうとして、ふぃ、ほら、何不穏なこと口走ってやがる。まあまあ、そうなると心残りは一人ね。レンちゃん、エステルちゃんたちのこと好き？それ一番大事なのはそこのところだと思うんだ。これお姉さんからの忠告。な、何を？アネラスさん。また会えたら今度は思う存分ギュッて抱きしめさせてね。やれやれ、それじゃ行きますか。みんなお疲れ様。ええ、姉さんたちも。お二人とも本当にお疲れ様でした。さてと、次は俺たちが行くか。そうですね。ティータ、お別れだね。お姉ちゃん、それからレンちゃんも。ティータ、私はアネラスさんみたいにレンちゃんのことを追いかける力もないけど、でも待ってるから、一緒にリベールに帰ってくるの。そう思うのは私の自由だよね。勝手にすればいいじゃない。でもオーバルギアの方は思うだけじゃなくてちゃんと完成させなさいよ。レンのパテルマテルは挑戦だって受けるんだから。う
やれやれ、物騒なちびっ子どもだぜ。シェラザードじゃねえが、お前らの方も気をつけろよ。特にエステル、もうベテランなんだからよく考えて行動するんだぜ。はいはい、分かってますってば。アガットの方こそティータのお母さんとあんまり喧嘩しないのよ。あれは向こうが一方的に突っかかってくるだけだっての。今度の件だってどんな難癖つけてくるか。確かにエリカさんなら問答無用で締め上げてきそうですな。まったく笑い事じゃねえってな。それはそうと、おい不良神父。え、最初会った時は妙にうさんくせえやつと思ったが、今回は根性を見せてくれたじゃねえか。上出来だぜ。あ、なんだよ。いや、まさかアガットさんからそんな風に褒められるとは思ってなかったわ。一体どんな風の吹き回しなんです？深い意味はねえよ。お互い道の途中、気張ろうぜってだけの話だ。そっか、おおきに。やっぱり男同士ってどこか不器用よね。ほっとけ。よし、そんじゃ行くか。ユリアさん、そろそろ行きましょうか。承知しました。クローゼ、またしばらく会えなくなっちゃうね。ええ、ですがこのような形でお二人と再会できたこと、女神に感謝したい気持ちでいっぱいです。僕たちもだよ。手紙また書くから。期待しないで待っていますね。それとジョゼットさん。僕今回一緒に過ごせてとても楽しかったです。また機会があったらおしゃべりでもしませんか？いいよ。共通の話題もあるし、趣味も近いみたいだし、仕事でちょくちょくグランセルには寄るしね。楽しみにしてますね。ふん。悔しかったらあんたもお菓子作りとか手芸でもやってみれば。最も不器用そうだからハードル高いだろうけど。くっ、言い返せない。まあまあ、私のことなら、私は影、本物のセレストの記憶を持つ仮想人格にすぎません。それでもシソ様にはおばあ様に一度会っていただきたかったです。私はまだまだ未熟でシソ様をがっかりさせてしまったのではないかと。そういうところは昔の私と本当にそっくりですね。多分あなたのおばあ様も同じように思っているでしょう。大丈夫、迷いながらも自分の道を進んでいきなさい。翼は必ず大きく羽ばたきますから。
そろそろ参りましょうか。そうだケビン殿、お互い帰還したら少々混乱した事態になっているかもしれない。何かあったらどうかよろしくお願いする。ええ、わかりました。俺らの方も風星省と連絡を取って今後の対応を考えますわ。それでは皆さん、いつまでもお元気で。さてと、ジョゼット。その、ああ、別に無理して何か言わなくてもいいよ。あんたからの締めっぽい挨拶なんて。あ、なんですって？まったく、ヨシワとうまくいってなさそうだったら遠慮なく連れていくのにさ。そうだヨシワ、このまま僕と一緒にあの門をくぐって帰らない？ひょっとしたら同じ場所に戻れるかもしれないし。あんたね。その二人とも落ち着いて。ヨシアは黙ってて。はい。ヨシア君なんて不器用な。でもまあ楽しかったことだけは認めてあげるよ。それはこっちのセリフよ。仕事忙しそうだけど、あんま無理すんじゃないわよ。私たちと同じで体が資本なんだろうから。うん、そっちこそ。怪我でもしてヨシュアの足を引っ張らないようにね。はあ、仲が悪いのに妙に気が合うんだよな。さてと、そろそろ行くよヨシュア。今度は僕たちの方から。うん、楽しみにしてる。そっちの二人もいろいろと大変そうだけど、ま、元気でやりなよね。あー気に。あなたとあなた方の船に女神の祝福があらんこと。ありがとう。それじゃあ、どうしたの、レン。さっきから妙におとなしいわね。どうして、どうしてみんなそんなに笑っていられるの。え、レン。だってお別れなのに、もう会えないかもしれないのに、どうしてそんな風に笑顔。レン、だったらみんなでここに残ればいいのに。庭園が無事なら好きなように影の国を作り変えることだってできる。楽しくて愉快なお茶会がいつまでもいつまでも続くのに、どうしてみんな。そうか、会えなくなるのが痛いんだね。大好きな相手と。一緒にいたいと思う相手と会えなくなってしまうこと、それが痛かったのか。悲しかったけど痛くはなかった。
だもの。それはね、レン、君がレーベの死を納得しているからだと思う。もう会えないと分かっているから素直に悲しむことができたんだ。でも大好きな人と本当は会えるのに会えない、それは確かに何よりも痛いものだから。違うもん。だから君はエステルを。違うんだったら。ねえレン、なんで笑顔でお別れできるかって言えない。そんなの知りたくない。それはね、大好きな人、大嫌いな人、そんなのに関わりなく、どんな人とだって絶対に別れが待っているからよ。私とヨシアだってそう。このまま結婚して子供を作ってずっと一緒にいたとしても、どちらかの寿命が来たら必ず離れ離れになっちゃう。もちろん事故とかお互いの気持ちが離れることで別れる可能性もゼロじゃない。私たちはみんなそんな不安と戦ってるんだと思う。エステルさん。でもね、だから笑うのよ。みんなで一緒に笑うことでその不安を吹き飛ばしちゃうの。みんなで笑えば一人じゃないって実感できる。また会えるかもしれないってドキドキワクワクもできる。そうやって強がりを言い合って、また会おうねって約束して、それぞれの道を歩いていく。多分みんなそうだと思う。みんな。うん、みんなよ。だからね、私たちと一緒に笑おう。一緒にいるなんて私には約束できない。でもレンのことが好きだから、あんたが大人になるまで見守ってあげたいと思うから。だからそれまでは何があっても絶対に一緒にいる。そしてレンが大人になって本当にしたいことを見つけたら、それが私たちと離れることになる道だったら、その時は一緒にとびきりの笑顔でお別れしよう。先のことはわからないけど。すぐに決める必要はないよ。僕たちはもう覚悟を決めてるからさ。君の家族になろうって。ま、あくまで私たちの希望だけどね。父さんも許してくれたし、あとはあんた次第ってわけ。もういいから。
だったらレム全力で逃げる。エステルたちに捕まらないよう全力で逃げるから。だからうん、望むところだよ。決心がつくまで頑張って逃げ続けるといい。言っておくけど、私は諦めが悪いわよ。いくらレンがかくれんぼが得意でも絶対に見つけてやるんだから。エステルも、でも同じくらい大好き。やっと伝えられた。私たちの言葉をあの子に。エステル、ヨシュア、頑張ったね。でもまだまだこれからだよ。力の限り追いかけてやるといい。あなた方三人に空の女神の祝福を。今度会う時はあなた方が三人一緒にいること楽しみにしていますから。うん、任せて。お二人こそ。すごいね、エステルさんたち。ああ、全くもって脱帽や。でもあんなんを見ると、姉さんが目指していた、たどり着こうとしてた場所が。うん、私たちも負けてられないね。そろそろここも持たないでしょう。さあ、あなた方も早く。ええ。あれ、なや、どうした？うん、何か忘れてるような。おーい！あら、ひどいじゃないか。あんな説明だけでこの僕を置いていくなんて。すみません、手が離せなかったもので。でもあの説明ではここまでたどり着けませんでしたか？自慢じゃないけど、僕は方向音痴なんだ。天使の集団に追いかけられるわ、馬の戦車に引かれそうになるわ。それよりもこの揺れは一体何なんだ？ああ、この城もうすぐ消えてしまうんやって。向こうにあるんが元の世界に戻る出口やから、兄さんも早く脱出するといいやろ。そういうことは早く言ってくれ。こうしてはいられない。ええ、どうぞお先に。お疲れ様でした。え？ま、お互いご苦労さんってことや。今度会った時は敵同士。あんまり老いたが過ぎて、俺らに目つけられんようにな。それはこちらのセリフさ。今度会った時は、より出世してパワーアップした姿をお見せしよう。その時を楽しみにしていたまえ。
さあ、あなた方も早く、もってあと数分でしょう。わかりました。セレストさんはこれからどうなるんですか？私は庭園で再び長き眠りにつくでしょう。この影の国が徐々に消滅するその日まで、そしてようやくこの役割から解放されます。そう、本当にお世話になりました。どうか良い夢を。ありがとう。あなた方が去ったら宝石の機能を停止させます。二度と蘇ることはありませんから、月に処分してしまってください。承知しました。しかるべき人に。ケビン、エリカ博士に渡すつもり？ま、そうでもしないとあの人も収まりつかんやろ。可愛い我が子が巻き込まれてるくらいやし。そうかも。そんじゃリス、俺たちも行くとするか。うん、なんだったら一緒に手をつないでいく？冗談。でも一緒に行こうね。姉様が夢見たいつかたどり着く場所に。ああ、改めてよろしく頼むで。
なるほどな。大まかな状況は理解した。君が問い合わせた人物ならすでに確認は済んでいる。オリバルト王子、ミュラー・バンダール、ジン・バセック、ジョゼット・カプア、エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、以上の6名については無事帰還を確認したとのことだ。そうですか、安心しました。リベールにいる人についてはこっちで確認できましたし、あとはヘビの2人やけど、まあそっちは確認しようがないか。さすがにな。しかしにわかには信じがたい話だな。影の国、司法が残した負の遺産。ええ、ま、詳しい話は戻ってから報告しますわ。事後処理にもう少し時間がかかりそうですし。ああ、よろしく頼む。しかし君、少し雰囲気が変わったな。え？以前の君なら関わった人間の安否などそこまで気にかけなかった。いや、気にかけないように自分を抑えていたと言うべきか。どうやら影の国とやらでいろいろとあったようだな。あったといえば嫌になるくらいありました。そのあたりも含めて帰ったら報告させてもらいます。個人的に総長にお伝えしたいこともありますし。なんだ、意味深だな。まあリースともども無事帰還してくれて何よりだ。戻ってきたら彼女と3人で一緒に飲みにでも行くとしよう。楽しみにしてますわ。そうや総長、一つ聞きたいことがあるんですけど。なんだ。その守護騎士のあだ名って後からでも変えられるんですかね。は？実は下方狩り以外にもやりたいことができてしまって。もちろん守護騎士としての役割は全うさせてもらうつもりですけど。総長？なあ、やっぱまずいですかね。守護騎士が一度つけた自らのあだ名を変えるか。確かに騎士団千年の歴史でも相当珍しいかもしれないな。だが例がないわけではない。それじゃあ今度会う時までに気の利いたあだ名でも考えておくといいだろう。思いつかなかったら罰として私が適当に変なのをつけてやる。そんな、どこぞの罰ゲームやないんですから。まあせいぜいかっこいいのでも考えときます。青き流星とかブラックアローとか。あれ外し。ケビン・グラハム、君の元教官として一つだけ忠告しておこう。はあ。もし君が後々余計な恥をかきたくなければ悪いことは言わない。リースあたりと相談して決めたまえ。